ロボットアニメ速報。ズンダモン総統が直接情報を届け、ビッグニュースが飛び込んできたのだ。前に投稿した動画視聴困難ロボアニメ4000や桑島宝子さん特集から2ヶ月ボンバーマンビーダマン爆外伝と続編のビクトリーが配信が決定した。本作は90年代当時の人気ホビービーダマンの物語性やメカデザインを重視したロボットおもちゃシリーズなのだ。アニメは98年に放送し、続編も合わせ2年間放送。テレビ朝日系日曜朝7時キッズタイムの元祖でもあるのだ。人気作品だったが、アニメのソフト販売は当時出た VHS しかなく、 DVD ブルーレイも発売されていない。ビーダマンの宝とハドソンから現在ボンバーマンの版権を譲り受けたコナミに版権が分かれているため、ソフト化配信化は絶望的に思われたが、2023年11月長い時を経てシリーズ2作品が正式に配信された。 B アニメストアバンダイチャンネル他で配信中なのだ。これは版権が整理されたのか、今後の展開を大いに期待していいのか。ボンバーマン公式 X をバンダイキャンディがリポストしている。そして今年のグッスマのメカスマアンケートザ合体にて爆外伝の期待が2体もランクインしている。もしかしたらもしかするかもしれないのだ。期待して待つのだ。以上、ロボットアニメ速報、ズンダモン総統がお送りしたのだ。